こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ベトナム戦争で民間人に対し蛮行を行った韓国ですが、韓国国防長官が事実を否定したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。イ・ジョンソプ国防部長官がベトナム派兵韓国軍の民間人虐殺について、国防部が確認したところによると、韓国将兵による虐殺は全くなかったとし、判決にも同意しないと述べた。ベトナム戦争に派兵された韓国軍の民間人虐殺を認め、韓国政府の賠償責任を認めた裁判所判決を否定したのだ。イ長官は国会国防委員会全体会議に出席し、共に民主党のユン・フドク議員がベトナム派兵韓国軍の民間人虐殺に対して認めた裁判所の判決に対する見解を尋ねると、このように答えた。イ長官は、当時の状況は非常に複雑だ。韓国軍の服装があったとしても韓国軍ではない場合が非常に多かったとし、米軍の調査も韓国軍による民間人虐殺がなかったという結論が出たと話した。韓国軍のベトナム戦争民間人虐殺問題は1999年初め、報道で本格的に提起された後、具体的な事実が明らかになり、市民社会で事実認定と賠償要求が続いたが、政府は全面否認してきた。それではネットの反応です。認めることは認めて謝らなければならないとしたら、日本と何が違うんですか。卑劣で拙劣な国防総省。数多くの我が軍の証言もあり、生きている目撃者がいるのに、日本の稚拙で卑怯なことを真似するのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。